はようございます。安らぎの園のボランティアで、みんなで歌おうで弾く曲の練習の動画です。まず1曲目は慌てんぼうのサンタクロースなんですけど、ちょっと1曲目が一番かどうかわかんないけど、すごい難しかったです。2曲目の赤ん花のトナカイとか他の曲は簡単ですので、ちょっと1曲目でめげないで、もし大変だったら2曲目から練習、もし大変だったら2曲目から練習していただいてもいいです。はい、じゃあ慌てんぼうのサンタクロース D のキーです。それで左手なんですけど、1弦から0、2、2、2って押さえると D ですね。0、2、2、2で、この4弦から離すと2、2、2、0ですね。人差し指で上の2本を押さえます。ヒット、ヒットで中指、これで2、2、2で一弦だけ押さえないですね。はい、ちょっと朝なので小さい音で弾きます。そして昨日日本酒を4合とビールを 500ml 飲んでしまったので声がガラガラですみません。でも二日酔いしない美味しい日本酒です。人差し指でへなってさせ、人中ですね、人中、こうこのコツはですね、こう手を竿と平行にしないで斜めにするね。肘は開かない、できれば肘は開かないで、でも初心者の方は肘一緒に開いてもいいです。手首だけで開けたら上級者の持ち方ですね。はい、斜めにして上の2本の2フレットを人差し指で押さえると中指を押さえる場所ができます。こう平行にして持ってると中指を入れる場所がなくなりますね。人中、そしてこの人差し指今へなってさせてるから2個押さえられてるじゃないですか。これをくにってします。そうすると3弦は0になりますね。4弦から言うと2020になりますね。ね、でこの人差し指と中指、人差し指が上で中指が下、この関係をずっと維持してください。この関係を1個ずつ下に下ろして薬指を足せば、1個ずつ下に下ろして薬指を足せば G です ね。そしてこの G の形をそのまんまもう一回上に戻すと B7 です。0232ですね。1弦から言うと0232の形、 G は2320ですね。2320、これが0232。はい、それで次先に A のコードを説明しておくと、 A っていうのは今まで風になるで Am って出てきましたね。これに4弦の2フレットにだけだと Am なんですけど、このラドミのミを半音上げる、ラドミのドですね、ドを半音上げると、3弦の1フレット出します。これ A ですね。で A7 はですね、中指を離しちゃう、3弦の1フレットだけ押さえてる、これが A7 です。で Gm7 フラット5は難しかったらやらなくていいです。その前の G を続けて2箇所出てきますけど続けて弾いていればいいです。ですけど一応説明すると1弦から3 3 3
あ、じゃない、1弦から2221です。はい、声がガラガラですいません。じゃあアーテンボーのサンタクロースをやってみます。まずでですね、アワテンボー国ってさせてのサンタクロースクリスマスマ薬指たせべですね。にあ、E を説明してなかったですね。 E はですね、風になるで Em7 って出てきましたよね。202で2020だったじゃないですか、ね、2020これ Em7 だったんですけど、これ E のメジャーコードの7はこの味噌汁のソ、ソの音を半音上げればいいんだから、あ、味噌汁のソの音を半音上げればいいんだから、4弦の1フレットを押さえます、ね、2021ですね。1弦から2021、ね、じゃあ最初からやってみます。あわてんぼのサンタクロースクリスマ、クリスマスマエにやってきえですね。た急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、なら、ここまでずっと2回ずつ弾いてますね。しておくれよ金を、ここだけ G1 回、 Gm7flat5 1回なんだけど、G を2回弾いちゃって Gm7flat5 を弾かなくてもいいです。なら、もう一回やってみますね。ででフラット5、リン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 、チャチャチャです。うん、これは難しかったですね。でも次からは簡単ですから、うん、これは一番最後にして、次の赤鼻のトナカイをから先に練習してもいいと思います。